はい、どうもこちらロクゼルです。今日はですね、こちらの東京スカイツリーをついにライトアップしたいと思います。イエーイ。まあ、詳しく見てみると、スイッチを入れると3色の LED、赤、青、緑がグラデーションに光るらしいです。で、こちらは、電池の交換方法っていうのが書いてあるので、多分元から電池が入ってると思います。はい、ということで開けていきましょう。中は、4分の3。落ちちゃった。こんな感じ。これが LED ライトが中に内蔵されてる感じで、ビニールを外します。こんな感じです。あれ、結構軽いっすね。もしかしたら電池が入ってないかも。あ、やっぱそうっすね。ちょっと電池入れて、はい、ということで電池入れてきたので早速紹介していきたいと思います。はい、まず、こちら、もの、まあ、作ったものを載せるところなんですけど、銅線とか基板みたいな、こことかね、ハンダ止めされてるところとかね、まあ、クリアパーツなんで、まあ、剥き出しになってます。まあ、ここに物置くから多分、そんな気にならないと思うんですけど、で、横はオンオフがあって、あとは何もないです。で、後ろには、電池を入れるところがあって、ナノブロークって書いてありますね。わかるかな。これは、単4電池が3本必要でした。ってことで早速、ちょっと置いて光らせていきます。はい、じゃあ置いていきましょうか、まず。多分大きさはどんぐらいなのか。あ、ぴったりかな。あ、ぴったりですね。こんな感じで置きます。まあ、はめなくても、軽くポンって置くぐらいでいいかな。うん、がっちり一応、はまるのかな。あ、はまる？あ、がっちりは はまんないのかな、これ。あ、はまるははまる。まあ、こんな感じで、ちょっと、軽くはめて、まあ、それ、あ、ちょっと、はまってね、光らせていきましょう。それでは、電源を入れていきましょう。おー。はい、こんな感じで。すげえ、綺麗。わかるかな？ほら、結構上の部分ぐらいまで届いてますよ。光が。さすが LED。で、まあ、グラデーションってことで、だんだん、色が変わっていくんで、紫とかピンクとか、オレンジとか黄色とか、そういうね、色も一応、まあ、楽しめるっちゃ楽しめますね。まあ、メインは赤、青、緑の3色なんですけど、こんな感じ。まあ、スカイツリーもこんな感じでね、東京の夜に光っているんでしょう。すげえ綺麗。近くで寄っていきましょう。すごい。まあね、暗いところでやるともっと綺麗だと思うので、ちょっと暗いところでやります。はい、こんな感じで回転台に乗ってるのわかるかな。それでは薄暗いところへ来たので発光させましょう。それでは行きます。3、2、1。おお。わかるかな。こんな感じでめっちゃ綺麗。だんだんグラデーションでね、赤、緑、青と変わっていってます。で、僕ですね、2014年ですねに、まあ、東京スカイツリーに行ったことがあるんですけど、まだ夜景は見たことなかったんで、すごく今こんな感じになるんかなと思ってます。まあ、実際もね、動画じゃ伝わるかな、まあ、結構大きいんですよ。大きいんで、すげえ迫力があります。はい、下から撮ってみました。おっとっとっと、どうすか、これだったら結構迫力あるんじゃないの。ほらほらほら、結構なんかでかそうに映る。これとか、なんかニュース番組の時なんか、ね、あれ、スカイツリーはこんな感じですみたいな、いうふうに見えます。すごい、ちゃんと、やっぱ光があると違います。はい、どうだったでしょうか。まあ、まずはね、スカイツリーやったんですけど、もう一個ちょっと試したいことがありまして、一旦スカイツリー外します。こちらの、タイで買ったナノブロックモードキー、こちらの。ミセスポテトヘッドをちょっと発光させたらね、かっこよくなるのかなと思って、ちょっと
次はこれをやっていきましょう。光らせていきましょう。それではいきます。ミセスポテトヘッド。わかるか。ちょっとずらしてみよう。すげえすげえ、なんかパーリーピーポーのミセスポテトヘッドみたいになってる。これはこれでかっこいいぞ。ミセスポテトヘッドパーリーピーポーになってます。ただいまミセスポテトヘッドパーリーピーポーになりました。やっぱミセスポテトヘッドはですね、スカイツリーと違ってなんか空洞みたいなのが中になかったんで、ただパーリーピーポーになっただけでした。まあ検証結果ですね、まあスカイツリー以外の空洞が入ってないなんかブロックで試してみるとパリピになるっていう。はい、ということで今日はですね、こちらのナノブロックの LED プレートを紹介しました。まあ、こんな感じでね、結構光ってすごくグラデーションみたいなのがかっこよくて、もうスカイツリーにも下にスカイツリーを上に乗っけてみたらですね、すごくもう夜景の感じが雰囲気出てて結構いいなと思いました。で他にもね、東京のもの東京タワーとか雷門とかいろいろ東京の観光スポットのナノブロックが出ているので、そちらと結構合わせて、で夜景をこれで照らしてみれば結構すごくリアル感が出ると思いました。ということで皆さんもぜひこちら800円で買ったんで、ぜひ買ってみてね。バイバイ。でこちらはただの台座なんで、ナノブロックとはいえ組み立てる感じではあります。